転職相談ならマジキャリ。今担当してくれてる転職エージェントが信用できない。どんな業界や職種に向いているかわからない。転職活動のちょっとしたその不安、そのままにすると一生後悔するかもしれません。今の転職活動に少しでも不安を感じたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。20代で転職を繰り返すと取り返しのつかないことになります。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は20代で転職を繰り返した人の末路とその対処法について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今回は20代で転職を繰り返した人の末路というテーマで動画をお届けしますが、皆さんは短い期間で職を転々とすることは大きなリスクだということをご存知でしょうか。転職自体が身近になった昨今ですが、なんとなく今の仕事は合わないといったような軽い気持ちで20代のうちに転職を繰り返すと、好きな仕事をしたくて転職をしていたのに書類選考率が下がって行きたい企業に挑戦することができなくなってしまいます。また業界や職種自体を転々とするような企業選びをしてしまうと、即戦力採用である中途面接では評価されにくくなってしまうので、選択肢が少なくなってしまうんです。今回の動画では転職を繰り返してしまうとどのような未来が待っているのかと、転職を繰り返さないためにはどうしたら良いのかについてまとめたので、ぜひこの動画を最後まで視聴して、今後のキャリア形成の土台となる20代のうちに自分にマッチする企業を見つけられるようしっかり対策していきましょう。まずはじめに20代のうちに転職を繰り返した人の末路を紹介する前に、どのような理由で短期離職を行う人が多いのか見ていきたいと思います。今回は特に多い4つの理由を紹介していきますので、どんな理由で短期離職を繰り返す人が多いかを事前に把握し、不用意な転職をしないようしっかり対策していきましょうね。それでは早速紹介していきます。短期離職の理由1つ目は、想像していた仕事内容ではなかったです。多くの場合、企業は候補者に魅力的に感じてもらえるようポジティブな職場環境や仕事内容をアピールします。求職者はその内容と自分のキャリアビジョンや夢を重ね合わせ、理想的な職場環境や仕事内容をイメージしますよね。しかし実際に入社してみると、業務の範囲が入社前に持っていた期待と実際の状況との間に大きなギャップが存在することが少なくありません。このギャップが原因でモチベーションが低下し、大きなストレスを受け短期離職に至ることがあるので、魅力的な部分だけではなく業務の大変な側面まで確認をするようにしましょう。続いて短期離職の理由2つ目は、人間関係が良くなかったです。良好な人間関係を築くことは皆さんが生き生きと働く上で非常に重要ですよね。人間関係が悪いとその分ストレスがたまり、待遇や業務内容がどれだけ良かったとしても仕事を続けられないというケースは多いと思います。一般的な会社であれば週5日の1日8時間勤務で、残業時間も考慮すると家族と過ごす時間よりも職場の人と過ごす時間の方が長くなるのではないでしょうか。職場での人間関係が合わないというのはかなりの死活問題ですよね。場合によっては精神的ストレスにも発展しますし、そのような状況下で長期的に働くのは非常に辛いです。次第に体が職場に拒否反応を起こして短期退職せざるを得ない状況になることもあるので、新しい職場を選ぶ際には一緒に働く人はどんな人なのかしっかり確認するようにしましょう。短期離職の理由3つ目は、もともと物事が長続きしない性格です。自分の性格的な問題で短期離職を繰り返すケースはよく見られます。特に仕事に限らず、一つの物事を長く続けられないといった性格だと職場を転々とすることが多くなります。個人の性格はすぐには直すことができないため、結果的に仕事に飽きた、なんとなく続ける気がなくなったといった感情から短期離職につながってしまうと考えられます。極端な例だと、仕事を続けていること自体に嫌気がさし、逃げるように短期離職をする人もいます。当然仕事を何の相談もなく放棄することは会社に大きな迷惑がかかります。バイトと社会人として働くことの違いをしっかりと認識し直す必要があるでしょう。また飽き性な性格な人であれば、
業務幅が広かったり大きなミッションに挑戦できる企業へ入社するなどして自身の強みを活かせる環境を見つけられると良いと思います。短期離職の理由4つ目は求人に掲載されていた条件と違いがあったです。求人に掲載されていた条件は自分に合った内容だったのに実際に働いてみると求人の条件と全く違う内容だったというケースも珍しくありません。明らかに求人に掲載されていた条件と異なる場合は、いわゆるブラック企業である可能性が高いです。これは応募者を騙して採用しようという思惑が見て取れるので、そういった会社は当然のことながら社員を大切にしないでしょう。実際に2017年にハローワークに寄せられた求人詐欺に関する相談件数は約1万件となっており、求人情報に騙されるケースは少なくありません。もっと慎重に検討すればよかったという後悔の念よりも、まずはいち早くその会社を離れるということを考えるようにしましょう。また事前にそのような会社への入社を防ぐ方法としては、仮に内定を得た後に入社するか否かを承諾する前に、必ず細かな雇用条件を人事担当者などに確認するようにしましょう。その際にはドキュメントベースで確認しておくと言った言わないにならないのでより良いでしょう。いかがでしたでしょうか。ここまで短期離職をしてしまう主な理由を解説しましたが、転職回数が多くなるとどのような末路を迎えるのでしょうか。ここからは転職を繰り返した人の末路を4つ解説するので、次の転職を決断する前にぜひこの後もご覧ください。転職活動中のそこのあなた、志望業界職種への合格率気になりませんか。概要欄の LINE に登録していただければ、 LINE 限定の市場価値診断が受けられます。診断ツールを使えばたった1分であなたの市場価値、志望先への合格率も分かります。他にもキャリアに関する有益な情報を発信しているので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。20代で転職を繰り返した人の末路1つ目は内定を獲得しづらいことです。20代で頻繁に職を変えると、履歴書や職務経歴書を見た採用担当者からコミットメントが低い、すぐに辞めるかもしれないと見なされるリスクがあります。企業は通常長期的に貢献してくれる社員を求めているので、短期間に複数の職を経験しているとその候補者が次も早期離職することを企業側は恐れ、いくら能力が高くても内定を出さない場合が多いです。また短期間での転職が繰り返されると、一つの分野や業種で深い知識や専門スキルを積む機会が減少してしまいます。特定の業界や職種におけるスキルや経験は採用市場において非常に価値が高いものです。そのため転職を繰り返すことで将来的に専門性が求められるポジションへの応募が難しくなることも考慮しなければいけません。20代で転職を繰り返した人の末路2つ目は辞め癖がついてしまうです。20代で頻繁に転職を繰り返すことは、困難や挑戦に直面した際にそれらを乗り越える忍耐力や対処能力の育成を妨げてしまう可能性があります。一つの職場に長く留まることで得られる困難な状況を乗り越える経験や問題解決のスキルを獲得する機会が減少します。このように簡単に辞める傾向が強まると、長期的な目標達成やキャリアを築き上げることが困難になる恐れがあります。またそれに伴い、自分の能力に対する自信や困難な状況を乗り越える自己効力感が低下してしまう可能性もあります。自信や自分ならできるという自己効力感は、目標達成に向けて積極的に取り組むための重要な要素です。頻繁に転職することで自分の決断や能力を疑うようになり、これが長期的に自信の低下や目標達成能力の減退につながることも考えられるでしょう。20代で転職を繰り返した人の末路3つ目はキャリア形成に支障が出るです。短期間での転職を繰り返していくと、キャリアアップが難しくなるリスクについても考えなければなりません。十分な経験がないまま転職を繰り返すと、どの職場でも新人扱いとなるため、重要な仕事やマネジメントを任されることはありません。一般的に年齢が上がっていくと、結婚して子供ができたり生活コストが上がっていくため、給与が上がっていくことが望まれます。企業にとっても年齢や年次が上がっていくに従い、給与も高く設定するプレッシャーがあるため、その分若い人材よりも高い成果や生産性を期待します。その際に転職の方向性に一貫性がなく、異業種異職種への転職を繰り返していると、
客観的に見て経験や専門性が積み上がっておらず、一定年齢や年次で特定分野で高い専門性やキャリアを築いた人と比較された際に見劣りして、年齢相応な評価をされにくくなっていってしまいます。転職回数が多い人が転職に挑む場合、専門性をアピールが難しい分、異なる業界や職種でも通用するとアピールできるくらいの汎用的なスキルを身につけておく必要があるでしょう。20代で転職を繰り返した人の末路4つ目は、退職金が少なくなるです。こちらは一定退職金制度を充実しているレガシーな大手企業に勤めている方に限った話かもしれませんが、若いうちは損だと感じられなくても、長期的に見ると大きな損失を被ることになるため、どうせ先のことだと思うのはやめましょう。退職金の算出は勤続年数が重要な要素であるため、頻繁に職を変えることで退職金の蓄積が非常に限られたものになります。もし今退職金制度が充実した会社にお勤めであるのであれば、そちらでの勤続年数の積み上げと転職したことにおける価値をきちんと天秤にかけた上で冷静に判断することをお勧めします。以上が20代で転職を繰り返した人の末路でしたが、やはり短期離職者は通常の求職者に比べて職探しの際に苦労することが多いです。しかしそのような状況下でも、自身のキャリアの特徴をしっかり理解し、これを戦略的に活用したりアピールすることが希望する職場を見つける鍵となります。ですので、ここからは転職を繰り返す短期離職者が再就職の過程で留意すべき4つの重要なポイントを具体的に解説していきますね。短期離職者が転職を成功させるコツ、1つ目は企業分析に時間をかけるです。やはり腰を据えて働ける職場を見つけるためには企業分析が欠かせません。ただそう言われても企業分析のやり方がわからないという方もいらっしゃるかと思います。そういった方はまずは業界・業態分析から始めてみてください。なぜ業界・業態分析から始めたら良いのでしょうか。それは業界や業態によって働いている人やお客さんなどの関係者の性格や価値観は異なりますし、一定の傾向があるためです。企業選びや入社後長く定着していくためには、自分がどのような人や相手と相性が良いのか洗い出すことが大事です。例えば IT エンジニアの方と看護師の方とでは、働く上で関わる相手やコミュニケーションの取り方が変わってきますよね。仕事で関わっていく同僚や顧客との相性が合わなければ、ストレスがたまり再び早期離職につながってしまうので、慎重に業界・業態を選ばなければなりません。したがって自分はどのようなタイプの人と相性が良いのか洗い出した後、業界・業態ごとにどんな人が同僚や顧客となりうるのか調べ、自分と相性が良い仕事仲間や顧客がいる業界で企業選びをしていくと、相性の良い企業が見つかりやすいと思います。続いて短期離職者が転職を成功させるコツ2つ目は、前回の転職が失敗した要因を分析するです。これを分析することで、自分が何を致命傷となるくらいストレスと感じるのか把握することができ、事前にミスマッチを防ぎやすくなります。まず第一に、分析する際には一度冷静になってみて、あえて自責で分析振り返りができると偏りがなくなり良いでしょう。具体的には変えられることなのか、もしくは変えられないことなのか、その会社個別の特性の問題なのか、もしくは自分側の特性の問題なのか、その会社固有のことなのか、もしくは仕事である限りどの会社であっても一定は発生しうることなのか、この視点に立って冷静に分析してみると良いでしょう。主に職場環境、仕事内容、人間関係、キャリア目標の4つと照らし合わせながら、前回の転職がなぜ失敗したのか分析すると効果的です。多くの人は漠然と前の会社の全てが最悪だったと全否定してしまいますが、そう捉えたままだと振り返りや反省ができず改善が進みません。まず職場環境については、前職の職場環境は自身の働き方や価値観と合っていたか、労働条件や企業文化が自分にとって快適だったか、もしくは苦痛だったかを振り返ってみてください。次に仕事内容については、実際の業務が自分のスキルや適性や思考性と一致していたか、また一致していなかったのならなぜ期待と異なる業務を担当することになったのかということを振り返ってみると良いでしょう。そして人間関係に関してですが、ここで悩まれる方は多いかと思います。
職場の人間関係が自身の離職にどのように影響したかを振り返り、自分側のコミュニケーションの取り方に問題はなかったか、また自分は具体的にどのような人に対して苦手意識を持つのか分析することが重要です。最後にキャリア目標ですが、転職活動時に設定したキャリア目標が現実と合っていたか、またその目標に向かって進むことができたかを評価してください。そもそもキャリアにおける中長期的な目標を立てておらず、その立て方がわからないという方は、まず自分がどうなりたくないかを考えると良いでしょう。絶対なりたくない自分をイメージし、そうならないためにはどうしたら良いか考えてみてください。そうすることで自然と自分の将来ありたい姿が見えてくるはずです。短期離職者が転職を成功させるコツ3つ目は、自己分析を通じて自分の思考性を理解するということです。自分がどのようなことに対してやりがいを感じるのかということを理解し、それに合った1、仕事内容と2、事業フェーズの企業を探すことができれば、自分に合う企業がおのずと見つかるはずです。1、仕事内容については、過去経験してきた成果を出すための業務プロセスを分解して並べてみましょう。そしてその各プロセスの中でも、これは苦もなく対処することができたなとか、瞬間レベルではやりがいを感じられていたなと思えたプロセスや瞬間を洗い出してみてください。それが複数あった場合は、それらの共通項を見出してみて、なぜ自分はそういったプロセスや瞬間に対してやりがいを感じるのだろうと深掘りしていきます。そうすると、自分がやりがいを感じやすい業務プロセスや内容、瞬間に対して抽象化できるので、それと同じような機会がありそうな業務を対象として仕事選びができるようになるのです。2、次に事業フェーズとは、会社の成長段階を分けたもので、主に創業期、成長期、安定期、拡大期という4つの段階があります。そして企業の事業フェーズによって、その企業にマッチする人の特徴も異なります。例えばスタートアップ企業や小規模のベンチャー企業では、自己成長したいという欲求が強く、役割が固定化されておらず、仕組みが整っていなくても拾えるボールは全て拾うくらいのスタンスだったり、日々目まぐるしく変わる変化を楽しむことができる人が向いていると言えるでしょう。一方で体制がすでに整っており、安定した環境や固定化された役割で働きたいという思考を持っている人は、成熟した事業フェーズの企業を選ぶと良いです。このように自分の思考性と企業の事業フェーズは密接な関係にあるので、自分の思考性を理解した上で、それに合う事業フェーズの企業を探してみてください。とはいえ、同じ事業フェーズでも企業のビジョンなどによっても、自身の思考性とのマッチ度合いが異なることも多々あるので、様々なことを加味して自分の思考性に合った企業を見つけていきましょう。いかがでしたでしょうか。今回の動画では、20代で転職を繰り返した人の末路とその対策についてお伝えしました。短期離職を繰り返さないために必要なことは、企業探しの前にまずは自己分析です。自分は何にやりがいを感じるか、またどのようなことにストレスを感じるのかということを徹底的に洗い出すことが重要です。もしこの動画を視聴されている方の中で、自分一人で自己分析を行い、自分に合った企業を見つけることに不安を感じている方がいらっしゃれば、弊社が提供するマジキャリというキャリアコーチングサービスを利用することをお勧めします。自己分析や転職相談はもちろん、キャリアの悩みは何でもキャリアコーチが本気で向き合います。現在初回60分限定となりますが、無料でキャリアにまつわるご相談を受け付けておりますので、ぜひ概要欄の URL を覗いてみてください。この動画が良かったと思う方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄にて教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。